スタート天地と同じくピット離れから大きく動きが出てきています。6レースの予選競争を迎えました。対戦メンバー1号艇兵庫吉川元博、2号艇大阪井上忠政、3号艇東京大池祐希、4号艇埼玉桐生純平、5号艇岡山茅原祐希、6号艇佐賀古賀茂樹、以上6名の対戦です。大きく飛び出していきました。5番の茅原がここはスタート展示同様2コース奪う体制です。ターンマーク付近1番の吉川、5番の茅原とこれからホームストレッチ側に移ります。ここ勝負掛け1着取って6点ちょうどになります。1番吉川が1コースから現在 7.50 のポイント、2コース5番の茅原です。そして3コース船引いていきました。2番の井上、3コースの角に持ち込んでいきます。4コースが3番の大池、得点率は3位につけています。4番の桐生が5コースから、6コースに6番の古賀です。進入体系はインコースから1番5番2番3番4番6番です。スタートしました。1コース3コースがやや目立ったスタート。さあ角から出ていく2番の井上、抵抗する1番の吉川、それとまくっていった井上、内が開いた、まくり出しの展開は3番の大池、4番の桐生も刺してきましたが、先頭は2番の井上抜け出しています。リードは2点進、スタートは前提正常でした。2番テラスに並んできた4番桐生と外は3番の大池、2幕の旋回は桐生、先に丸、大池が差し返す、ちょっと左に乗った4番の桐生、内から3番の大池、2番から追い詰めていきます。手先は届いてきたインコース3番の大池、アウトコース4番桐生に並びかけます。これから2周1幕の旋回、2番から追い外から行く4番の桐生、つけないで一気にかわしにかかる、ここは2番手外4番の桐生、内3番の大池も粘りますが桐生が抜け出しました。2番からスイここで1点進半のリードを取ります。これから2周2幕の旋回ですが、内側から競りかけていく3番の大池、先に回る4番桐生は差し返す展開、ここはかわした、内から4番の桐生、再び2番手リードはここで3点進、これから最終周回で先頭2番の井上、リードは4点進、2番手水槽に4番の桐生、3点進と差が開いて3番の大池3番手、ここでも4番の桐生は抜け出して4番手以下は大きく差が開く展開になりました。5番の茅原4番手、1番の吉川5番手、最高峰に6番の古賀追走です。3コース角に持ち込んで抜け出した先頭2番の井上、最終ターン幕の旋回、そして2番手は4番の桐生が最後はリードを広げます。2番4番3番の組み合わせは 99.7 倍、先頭2番井上ゴーリン、4番桐生ゴーリン、3番大池ゴーリン、5番茅原五輪、1番吉川五輪、6番古賀五輪。第6レースで見事 SG 初1着を飾りました井上忠政選手の登場です。盛大な拍手でお迎えください。おめでとうございました。お座りください。 SG 初1着、まずは感想一言お願いします。あ、素直に嬉しいです。はい、はい、スタートから見ていきましょう。スタート展示は3コーススロー、本番は3角になりました。はい、これはある程度想定していた3角、展示の段階で絶対3角に引こうと思ってました。なるほど。で、実際本番レース自分の勘通りでした。だいたい08ぐらいかなという写真のタイミングだったんですけど、節感情けないスタートばっかしてるんで、絶対行こうとは思ってました。はい、船足は初日からいかがでしたか？今日は節感ずっと合ってなかったんですけど、今日は抜群に良かったと思います。なるほど。特にその抜群に良かった、どのあたりが良かったですか？自分の中では全部満足してます。なるほど。それは何かこう作業をされて、例えばプロペラとかうまく合った？ちょっと回転をずっと抑えすぎていて、スタートもずっと届いてなかったんで、昨日のチルトゼロから反応が変わりました。なるほど。まあ、そのちょっと今の表情を見る限り、嬉しさ反面悔しさ反面みたいな表情ですけど、どうですか？いや、めちゃくちゃ嬉しいですよ。そうですか。はい、はい、どうですか戸田水面のイメージは？
初めて優勝したのがここなんで、はい、自分の中では大好きな水面です。はい、まだまだレースは残っています。明日以降に向けてファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、ここから巻き返します。応援してください。頑張ってください。6レース見事勝利を飾りました井上選手、ではカメラサインをお願いいたします。せっかくですから SG 初一着と記していただけるとありがたいです。はい、井上忠政選手のカメラサイン。はい、 SG 勝利。そうですね、はい、ありがとうございました。第6レースを制しました井上忠政選手でした。ありがとうございました。6レース競争成績を伝えいたします。1着2番井上忠政、2着4番桐生純平、3着3番大池祐希。